皆さんこんにちは、石田哲弘です。今日は王道のフューチャーコアの解説をしていこうと思います。皆さんフューチャーコアめっちゃ好きな人多いと思います。今までフューチャーコアの解説動画2個出してきたんですけど、もうまだ教え足りないなと思ったので、今回3個目のフューチャーコアの解説動画となっております。それではこちらのデモトラックをお聴きください。どうぞ。それでは解説していこうと思います。まずはピアノで、まあ何でもいいんですけど、コードとメロディーのスケッチを作ってください。一回流しますね。こんな感じでもう基盤を作るんですよ。最初にメロディーとコードを作って、それでこうアレンジをしていくっていうパターンが僕の、なんだろう、一番よくやってるやつですね。でこちらマルサ進行を使ってます。コードはこんな感じです。まあアドナインスが肝ですね。メロディーもなんでアドナインス使ってるんで、このドを際立たせるメロディーで、なんかエモいっすよね。メロディー作るときはもうとにかく歌ってみてください。自分でこうタタ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 タ、こんな感じで歌いながら僕は作ってます。あ、これちなみに、キーが F メジャーで BPM174 で作ってます。でこの基盤ができたら、こっからアレンジしていきます。では次はドラムの解説です。一回流しますね。はい、こんな感じですね。そうですね、まあ、強いて言うならキックは結構重たいものを使ってます。でスネアは結構明るい音色ですね。でハイハットはなんかトラップっぽいビートですね。まああとはもうクラッシュでバーンと、でフィルを入れたりとか、ぐらいかな。本当にドラムもなんでさっきのピアノで作ったこう合わせて、なんでもうこう、なんだろう、もう自分が気持ちいいと思うようにやってみてください。僕はもうこれが気持ちよかったんでこれを採用してます。思うがままに作ってみてください。はい、サブベースですね。もうコードに合わせて、はい、やってます。一回聴いてください。うん、まあ本当にシンプルな、このサブベースとソーベースを一緒に作ってます。合わせてこうやるとこう厚みがバーンって出て僕は好きです。次はそうですね、スーパーソーですね。はい、こちらなんですけどピッチベンドでこうやってるんですよ。ブイーンって、スーパーソーの解説動画もあるんで、よかったらそっちもチェックしてみてください。本当にそれだけです。はい、次はリードシンセです。こちらです。はい、こちらもピッチベンドとか
細かく書いてますね。で、3種類リード審査を重ねてます。これがまず1個目。次2個目。次3つ目。この3つを重ねるとこんな感じです。で、ちょっとアタック感も欲しいんで、ちょっとねちょっと欲しいので、プラックで、で、これ合わせるとこんな感じになってます。まあ、リードシーサーも自分の好きなもの使ってください。僕もこれプリセットだっけ、確か。あ、自分で前、あ、そうだ、前作ったあのフューチャーコアのプリセット使ってるんで、そのまま代用してます。他もそうですね、確か。はい、まあ、好きなもの使ってください。では次、 FX ですね。もうこうプシューとかライザー系とかインパクト系とか。で、まあ、おまけでこういう効果音、こんな感じのものをこまめに入れてます。まあ、ぶっちゃけ効果音みたいな、まあ、なくても大丈夫です。まあ、ただあると面白いよっていうまあ好みですね、ぶっちゃけ。はい、あともうこういうボイス、はい、はい、まあ、可愛かったんでこちら採用してます、僕は。これもまあなくても大丈夫です。じゃあもう一回最後に通して聞いてみますか。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。皆さんの好きなフューチャーコアもよかったら教えてください。こちらの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 X もやってるのでぜひぜひフォローお待ちしてます。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。